さあ、ということで今日のカーボーイは、なんと善次郎さんが、ゲストで。IT 社長みたいな。なんかね、それがわかんない。それがわかんない。俺もね、わかんない。謝って。いや、それもそこまで別に。バカさが。自分を下に言うこともないし。バカ言ってアホ言ってくれ、アホ。大阪人がバカ言われたらほんまに腹立つね、ああ、そっかそっか。IT 社長みたいって言ったどういうことなの？あのね、なんか気取ってんだよ、ちょっと。はい、そう。うん。ああ、それはあるね。あるね。気取ったのかなと思って、僕は、ね。要するに外国かぶれ？違うわ。一緒にすな、外国を。外国でもそれぞれいろいろあるから。あのね、善次郎の、まあ、まあ、スタンダップやってる日本人って、うん、みんなそういう風に見えるんだけど、うん、あ、そう。うん。俺にはね。要するに、日本アカデミー賞のダサさってわかる？あ、わかる。わかるでしょ、うん、あんな感じなのよ。はーいって出てきてさ。あ、それはね、いっぺん見てほしいですよ、うん。あのね、僕はそこもやっぱりその、やっぱり軸地たるもん持ってて、うんうん、その西洋とは何か、日本とは何かみたいなのもあってね、うんうんうん。で、日本の場合やっぱりこう関係性っていうのが、うん、こう、絡んでいって、特に吉本なんかそうですよ。うんうんうん、こう持ってたらダメですよ。うんこうは、作っていただくもんでね、こう、関係性の中からあるもんで、うん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 、で、どちらかというと、西洋の場合は、うん、こうちゃんと持ってないとダメでね。うんうん、で、僕なんかやっぱ持ちすぎてるからダメだとかって、ね。物言いが、相手社長。おい、おい、俺もう我慢できないもんだって。長いし、ちょっと待って、こう持ってたらとかって。ちょっと待って頭悪いくせに、ことか言わない方がいいよ。頭悪い、なんちゅうことお前言うんですよ。いやいや、まあ、いや、ほんとそうですよ。それがあってね。うん。やっぱり外国かぶれとか、海外のもんがどうとかって、もやっぱりめちゃくちゃ言われますよ。言われるだろ。だから日本の方々やっぱりフィットするようなの何かないかなと思って、うん、そういうのはやっぱり常々やっぱ思ってますよ。でもちょっと出てるよ、やっぱりそういうところが。あ、出てる。出てるから気づけた方がいいよ。逆にね、海外では、日本のものが出すぎとかって言われてます。まあ、それはまあそうだろうけどね。うん、ただ、要するにはほら、今の IT 社長がさ、よくなんだよ。なんとかサムクックじゃねえの。サムクックサムクックじゃねえ。なんだっけ、アップルの創業者。はいはい、スティーブ・ジョブズみたいな。スティーブ・ジョブズがさ、ヘッドマイクでさ、商品のプレゼンするじゃない。うん、ね、でっかい、ね。あれをやったらさ、みんなやりだしたよ、ね。日本の IT 社長が T シャツでプレゼン。T シャツで ?T シャツでプレゼンするんだよ。だから、今、ああいう。要はほら、ああいうビル・ゲイツとか、ああいう人ビル・ゲイツとか、ああいうのに憧れてんのか知んないけど、ラフな感じで。ちょっと質素な感じでね。あえてね。ラフというか、まあ、ラフな感じでね。ラフな感じで。あんなの全然似合ってねえよって思うわけ。どんなファッションがいいのじゃん。いや、ファッションの問題じゃなくて、そうやってプレゼンすることを。まあ、真似っこしてるってことね、日本人が。要するに日本人って、そういうことじゃなくて、対話なのよ。だから、例えば日本の芸能、演芸っていうのはさ、例えば、じゃあ講談にしたってさ、読み物なわけだよ。で、読んでくだけのものなわけ。で、結局講談よりも、今は大衆に受けてるのは、落語の方がどんどん受けるようになったのは、うん、落語ってのは会話だからさ。で、対話っていうのがやっぱり一番、その、なんつうの、プレゼンっていうのはさ、相手をさ、説得しようとする態度なのよ。うん、相手を言いまかそうとか、それはアメリカじゃ向いてんだよ。そういうの、うん、例えばトランプ、政治家のさ、スピーチだってさ、そうじゃない。みんなさ、アメリカ人上手いじゃない。日本人はスピーチ下手だって言われるんじゃない。うん。それはそれは、だから、相手を説得しようとする、なんていうのかな、意識が、向こうの連中は常に持ってるわけ。だけど日本人って、もっとそうじゃなくて、話し合って、分かり合おうっていう、でもアメリカもそういう対話の。そうはありますけどね。でもね。いや、もちろんあるとは思うよ。でもね、そういうね、うん、漫才あるじゃないですか。うんうん、漫才も実は、エンタツ、エンタツアチェコさんが、うんうん、林翔之助さんと、アメリカ行って、アメリカのダブルアクトを、持ってきて、なってるんですよ。でも、だからそもそも、別に西洋になかったわけじゃないよ。それを言ったら、だってソクラテスの最初から対話なんだから、あんなのも。うんうん、でも、だけど、それはね、日本人はそれがあるにもかかわらず、仏教っていうものが、入ってきて、それに、要するに影響されて、要するに、こう、お経を説教するみたいなことになった時代があるわけで。はいはい、だから、それは、でも本来の日本人の、言ってみれば、持っていた価値観とちょっとずれてるわけ。だから、そういうのっていうのは。本来の日本の価値観っていうのは、どこを基準に言うかでもまた変わってくるじゃないですか。だから今ね、平成から令和になろうとしてるよね。うん、で、この間天皇陛下が、お伊勢さんに行った、うんうん。あの時に、みんな、それこそ、無心
論者だろうかな、誰だろうが、うんうん、やっぱり熱狂するわけだよね。はいはい。で、それは別に国粋主義的なことで言ってんじゃないよ。はい、ただ、日本人の大衆って、どっかにやっぱそういうものを持ってて、うんうん、いや、それは結局、古事記。それはね、うん、それはね、太古の昔から持ってるのか。太古の昔から持ってるの。それ日本人？日本人が。日本人だけ。日本っていう国が。要するにそれが大和魂ってことなんですよ。ああ、いや、でもね、それ、いや、おもし、そこも、いや、いや、あ、はい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 。わかりますか？はい。じゃあ、一旦CM行こうかな。火曜ジャン、爆笑問題カーボーイ。おいおい、全十郎お前なんか文句あんのか、もう俺に、お前。はぁ、ふざけんじゃねえ、何が太田くんだよ、お前。お前から太田くんなんて呼ばれた記憶一個もないわ。おい、全十郎、おい、全十郎、もう文句あんのか、来いよ。ねえ。なんか。あんな三流芸人よ、お前よ。それは日本でウケねえから外国行ったんだろう、てめえよ。爆笑問題カーボーイはなんとですね、善、うん、次郎さんいろいろありましたけれども、まだ言いたいことがあるらしい、ね、まだちょっと言いたいことがあるという、その先輩後輩の話で言うとね、はいはい、僕逆もあってね、いじり岡田さんいるじゃないですか。いじり岡田、はいはいはい、僕ね、彼にちょっと謝らなあかんなと思って、いや、そしてここで、ここだよ、あのね、どういうこと、彼が、ちょっと待って、いじりは別に俺と同期だよ、え、そうだよ、昔、うん、大阪に来た時に、大阪来た時、なんか、あ、どうも、伝次郎さんって、なんか、うん、その、いつやったかな、あれは、僕は番組やってるかも、うん、お15年、ね、前かな、うん、その時に、ほんでね、うん、大阪のわーって行ってる、飲んでるとこ、ふっといたって言って、うん、で、まあ、さっきも使うか、敬語です、うん、その時、僕、ふっとね、うん、あー、見てろ、見てろ、ギルバメ、みたいな、こうなって、うん、それでわー、喋ってて、うん、向こうも敬語で喋って、うん、で、この前ね、鍋やかんくんのライブ来た時ね、うん、また、そのノリで僕も、あー、久しぶりって言ったら、うん、どうもちょっと向こう喋りが、うん、あれなんか、うん、前、しょっちゅうそんなおかしい、ね。どういうこと？いじりか？あれ？ゼイロ君ね、どの子なの？僕はウィキペディア調べてね。どうも、どうも年上やし。どうでもいいじゃんかよ。いや、ほんでね、おでんそう、楽屋でまた来た時ね。逃げたから俺。もう。なんで逃げたんだもう。ここからしゃ、いや、そういうことって、世間も。小さすぎるよね。小さい小さい。本当に。なんかさ、そんなことよりもだよ。俺とゼンジロウの関係のが重要じゃないか。まあね。だってさ、うん、誰が年上とか芸歴が長いなんていうのはさ、うん、サラリーマンに任しときゃいい話だろ、うん、俺たちはさ、芸能やってんじゃん、うん、この数で決めるっていうのは、うん、いわゆるその数で測るっていうのはこれ科学だよ、言ってみれば科学のやることだよ、あ、はいはい、政治がやることだよ、うん、でも俺たちの思い出ってのはさ、これ歴史だよな、うん、で今日本が揉めてるのはそこだろ？つまり、うん、あの時どうだった？あの時こういう思いがあった、うん、そういうことでさ、結局は昔のことになると資料に頼らなきゃなんない。うん、資料ではこうです、うん。でもそこじゃないんだよ、俺たちがやるべきことは。うん、政治家がやってることじゃなくて、俺たち芸能つな、それ以外の部分で関係を築くのが俺たちじゃないのか。そうだろ？うん、だとしたらそんな数字にこだわるなよ。俺たちと、いやまあそうや。な、そうそう、俺とお前が、うん、その時にそういう関係だったらさ、俺はそれを大切にしたいよ。俺、今後はこうチャラにしようみたいなのあってね。チャラにしてもいいよ、だから。今後どういう結構キャラで。どうでもいいわ、そんなの。いや、俺今喋りたけどね。しちゃうね。IT の社長っぽくなってもうてるかなって、そこ引っかかってる。そうだな、ね。なってんだよ。なってんだよ。いや、言われたらなるで、これ。なるわ、これ。ここ次、どう喋り方でいこう思って、そっち考えてごめん、ちょっと。いや、じゃあ、お互いタメ口でいいじゃん。そうだよ。お互いタメ口でいいよ、なんでも。そんなこと決めなくていいんだよ。ね、そう、決めなくて、決めないんだから。そんなの。だって自然に、だって、みんなそういうか、だからまあ確かにね、関西ほら、特に吉本だとほら、NSC の何期だとかっていうので、揉めるから、あれは決めるのもわかるのよ。多いから。ね。多いから、そうって決めるのもわかるんだよ。確かに。じゃないと収集つかなくなってるとかあるからね。それってさ、芸能のやることじゃないけどね。本来はね。そういうのはさ、何年に何がありましたってのは歴史家に任しときゃいいだけで。だってあの、NSC14 期生です、大卒です。何期生、ほんでね、僕やったらええけど、全然知らん、普段の、普通のあの、三菱商事の人にね、NSC14 期生。関係あれんやん。いや、いるんすよ。いや、いるだろうね。いっぱいいる。お前、何期知らんし。
いっぱいいるとこ。そうそう。居酒屋の店長の人に、うん、NSC15 期の何やってんですよ。ほ、15期、あの、その居酒屋の店長も、うん、どっちが先輩あの人と、とか言って、えらいこだわってるの。ね、だから、うん、それいいじゃないか、もう。まあまあ、いや、僕も本来は別に、まあ、言っちゃいいねんけど、うん。言っちゃいいねんけどって言うけど、そこだからな、発端は。発端はね。それも、ええやん。そんなのないだろ。読んでちょっと、パーッと楽しく。そうだけど。パーッとお呼びに。あの、ちょっともう一個言いたいことあるね。あの、ラジオね、入管所のこと偉い、あの、善次郎さ、あの、入管所がいるから。あ、そうよ。お騒ぎしたね、それね。うん。それぐらいわかるって、俺も。だけど、乗り込もうな、かなって言ってるから、ね、あ、だって昔ほら、なんか水道橋博士が、うん。日本放送、ね、でなんか乗り込んでね、うん、で、あれをね、嬉しかったみたいなこと言って。嬉しかったよ。だから僕も乗り込んだ嬉しいかなと思って。うん。うんうん、で、あの時はだから水道橋来いよって言って生放送だったからね、あの時言うなって。ほんまに乗り込んできた。ほんまに乗り込んできて。ほんまに映っちゃったけど。関西に映ってほんまに映っちゃった。そうそう。うん、まあ、あの後もう、でも、本当2時間くらい、ね、生放送終わった後説教だったけど、まあ、バチバチ。ずっと説教され何の説教いやいや、まあ、それはいろいろ。ふざけんなと。まあ、それはもういろいろあったんだよね、当時ね。だから、まあ、それは、あの時は、要するにこっちも、うん、日本放送側も受け入れ体制ができてたから。要するに生放送だったから。うん、で、俺がもう来いよ、つって。まあ、挑発して。要するに玄関に来たら入れようっていう。うんうんうん、だけど、お前がツイッターでさ、乗り込もうかなって言った時には、俺らはもう、要するに、これが収録だっていうことも分かってんのか分かってないのかも分かんないし、うん、突然 TBS に来られても、入れないよっていうことを言って。ああ、なるほど。だから、来るなら来るって言わなきゃダメだよって言ってるわけ。ああ、なるほどね。それをね、うん、もう入管証持たないと入れないって、もう素人に言われるようなこと言う、思って。うん。だってそれ素人だよ。怒らん。その、いじり。岡田。ちょっと、ジャウちゃん。違うよ、これ。で、はい、イジリーと俺らはでも同期だよ。あ、そう。キットカットっていうコンビだった。イジリー、岡田って。一人じゃなかった、最初。うんうん、まあ、どうでもいいけど、だから、それだとしたら別に、お前がね、イジリーより先輩だっつうなら先輩だと思うよ。あ、そう。あ、うん、今、ホッとした。ウィキペディア。楽屋から出て行っても。でも、そこは会うてないから、次会うたら、まあ、申し訳ないですねって。いや、向こう気にしある人やったらね。大阪ね、結構気にする方とかいらっしゃる方もいらっしゃる。まあまあまあ、そこはね。俺もね。うん。でも、うん、ね。だから、やっぱりさ、そういうのって、もうつまんないじゃん。いや、つまんない。だって、うちも弟弟子入ってきたら、弟弟子がね、18の時やったかな。30超えてる人、まあ、いるでしょ。だから、落語の世界とかももちろんね、いっぱいそんな人に、林だって言われ。言われほんで、向こうも、向こうも善一郎さん言うてるけど、どうも認めてないの。まあまあ、そう、気持ち悪い。そう、だから、30超えてるって、倍上やで。嫁さんも子供もおんのに。別に神岡はそのあたりは結構ね、縦関係あんまあの人あんま言う人じゃなくて。そうだろ、神岡はそうだよな。なんでお前はダメなんだよ、神岡って言っちゃう。龍太郎はな。龍太郎。から飛んでもいいよ、そのつかみ。いいよ。そうね。あと、彼にもちょっと言わなきゃなことあって、ね。そうそうそう。何あ奥さん、今の。はい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 。山口萌えね。萌えさんね。はいはい。やっちゃった昔。なんでやねん。ええの、ええの、この人やっちゃったんならしょうがないじゃん。この人何なのこれ。この番組はどういう IT 社長みたいな好きだからね。やめなさいよ。やめなさい。失敗したんだよ。一回失敗したんだよ。そこ行って、そこ行って失敗したんだろ。あ、ほんまや、そうだ。言って企画なツッコミやね。ほんまや、いや。で、奥さんが、山口萌さんがどうしたんですか。あのね、うん、デビューのね、僕の番組やった。あ、ビーナスの恥骨。ビーナスの恥骨。何その番組どうやねんけどね。ね、何その番組ビーナスの恥骨って。ビーナスの恥骨って、なんか、えらい番組の司会してたね。何なんだろう、工場に行って、例えばブラジャーの工場やった工場行ったり、パンティの工場行って、そこで女子高生と見学するっていうよくわからないね。まあ女性と、その時ね。女子高生として。女子高生というか、まあ、女子高生じゃないけども、女子高生の感じで、出てて、ものすごい可愛くて。ほんで、あの、狙ってた。そう。ほんで声かけてんのよ、俺。あら、出てたんだ。そう。ものすごい丁寧に断られてた。それで、いや、俺、そっから
からやっぱりあの時から才能あったから、返しがうまいし、あとつろうなテンポで、みんながわーって前来る中、後ろ引いてて、あそこでやっぱり可愛いしね、出てくるなって、やっぱり出てきたの。すごい。で、その時はもう、会いづらいやん、そんな。覚えてた嫌やし。そっか。はい。え、なんて言って、何普通にこう誘ったの？うん、誘ったね。芸能界夢追ってるから。もうちょっと言ってしまうけど。最高の話なんですよ。いや、ほんで、いや、奥さん偉いなと思ったら、その断り方が、無限にするんじゃなくて、きちんと手紙で。ええ？はい。あ、そう。はい、じゃあ、覚えてんじゃないの？覚えてないの？わかんない。じゃあ、聞いてみようか。いや、え？だってそれは、いや、俺ね、結婚するんだ時、そこ行くかと。カチンときちゃった。カチンときた。ほんまでした。その時イラッとした。不思議。不思議、かっこ笑い。かっこ笑い。笑い。結婚した不思議、かっこ笑い。乗り込んでいこうかな。乗り込んでいったのかなぐらいの勢いの。そう。いや、そう。へぇー。どうやって口説いたの？くどい。そんなお話すんの？いや、だから、まあ、ちょこちょこ会って、少し経って付き合い出したぐらいまでは別に話してないからね。そんな、付き合ってから。え？善次郎はどうなの？今。僕はね、いっぺんね、独身です。一回もない。独身なんだ。あ、ゼロ。ね、ゼロ。なんかインターネットにね、うん、静岡のアナウンサーと結婚してることになってるんだけど。誰があげんのあれ。あれ、揉めるからね。ネット見ない方がいいや。俺見んけど、ほら、うん、女の子とか見るやんか。俺ネットで見たいなと思って、付き合うからとか、うん、あなたそれ結婚してたの置いて、振られたこともあるしね。へ、うん、実はもうアメリカで、僕はアメリカの女の子と結婚しようと思って、実は、アメリカやった？アメリカで、アメリカでやっちゃうだろ。ちょっと待って。今、やる、聞く気ないやで。俺もう分かったわ。この人の前行ったら、おもろいことなんか言わなかったんやろ。興味ある。興味あるね。興味ある。アメリカで、もう僕はね、正直言いますよ。もう、全部教えてもらいました。その、アンジーって彼女に。アンジー？何？どういうことを教えてもらった？いやいや、英語もそうやし、ネタもそうやし。ああ、なるほどね。ネタ？ネタも、はい、考えてもらって。ネタも考えてる。はぁ？アンジー、そんな、お笑いの、結構。まあ、ちょっとまあ、お笑いかじってたのもあったんやけども。そうなの？そう、そんでも婚約しよういうことになって。いやいや、もう他にも教えてもらったの？なんか。何を聞きたいの？いや、だって全部教えてもらったっていうか。はいはい、アメリカ社会をね。社会？社会も。こう。社会じゃなくて。いや、だからそんなの別に、セックスね。これ、ねえ。これ、スクラッチ。これなんか違うの？日本と。日本とちゃうね。下ネタありなのここ。いや、もちろんだよ。下ネタしかやってない、普段。なんでそんな言うてちょっと、俺もう得意ゾーンやのに。得意ゾーン。大好きやん。この辺が好きなゾーンなのかな。なんで上監督みたいになるんかな。それで、そのアンジーとでも結婚はしなかったんだ。振られて。振られちゃったんだ。エンゲージリング渡す時。いや、あなたの、私は、お母さんじゃないと。あら。すべて、だから僕はもう帰った。これおもれ、あれおもれ。このことおったら、僕は、向こうで、まあ、ある種、ある程度までいけると。まあ、やらしいことも考えるわけです。ほな、もう、私はその役目じゃないと。ああ、甘えすぎた。あなたみたいな、こう、ジェットコースターの道を行くんじゃない？私は平坦な道を行きたいのと。もうそういう、これ面白い、これ面白くないとか、そんなことはどうでもいいのよ。言うてるアンジー、今、バツ4や。面白い、してない。フェイスブックで繋がんねん、これ。お前の方がジェットコースターや。アメリカ人じゃないですよ。いいネタだ。これはいいね。これ、鉄板のネタ。そうそう、これね。これ鉄板のネタ。そうそう、これは絶対鉄板のネタだよ。ペラペラ。嫌なこと言うな鉄板とか。これも鉄板ネタやっとるやんか。漫才やったらわかるやろ、鉄板ネタ。ここで出してきてんねや、俺は。鉄板だ、鉄板、鉄板。フォローせえよ鉄板でもいいじゃねえか、いや、いいじゃん、鉄板でいいですよ。すごい。そうなんだね。いろいろあったんだね。いろいろありましたね。今でも、日本で暮らしてるんでしょ今は。誰がですか？誰でアンジーじゃないだろ。アンジーじゃない。もうアンジーって。アンジーどうしたアンジーどこにいるの？え、まあ、イリノイ州に。いいとこいる。俺もまた、フェイスブックで。微妙なとこにいる。男ってフェイスブックで見てまうやん。フェイスブックとかだから、そう、やめなよ、もう。そんな、もう。フェイスブックは、俺フェイスブックなくなったら今生活していかないの。俺ほぼ、ねえ。あんたらね。あんたらあるんだよ、お前。ダメになるじゃん。ダメになってからやったんや。ダメになってからやったんや。だからダメよな。俺ほんま。
いや、まあ、ええわ、まあまあ。何、何、何、何。いやいや、フェイスブックで見てしまうのよね。そうすると。幸せそう。だって、罰言うたら幸せそうじゃない。ええ、繋がってまうのよ。ほんで、やっぱりみんなも嫌やね。やっぱりドキドキして。ほんで、いや、男としては、前の彼女が、幸せになってるか不幸せになってるか、これ、人によって変わるんやけども、僕は不幸せになってんの嫌やのよ。ああ、ね。まあまあまあ、まあ、そりゃそうです。でしょ、例えば、俺は不幸せになってほしい。俺はどっちかつとそういうタイプ。別れた瞬間に、そいつの悪口を学校の友達集めて、みんなに言いまくって、マジで？そいつが学校に来れなくなったっていうのは何度もある。そういうタイプ、うん。その話を聞かされてたから。それ、どうも最悪だ、あの女っつって。夜中だってジョナさんに呼び出されてみんなで友達。え、それどう思ったの？え？いや、違う、みんなで、いや、ひでえ女だろ、そうそう。そう、ひでえな、みたいな。はい。俺は嫌やわ。うん、いや、わかる、わかる。大体そっちの方が。ほんとか？いや、嫌やんだって、自分の好きだと思い出の子がね、うんうん、ダメなって言うて嫌やわ、うん。かといって、かといって、うん、めちゃくちゃ幸せだった。うんうん、それはちょっと嫌や。うんまあまあ、それは確かに。けど、ボロボロにはなってほしいな。うん、なるほど、ね。だから、それパッと見ると、あったやろなって思ってる、うん、みんなあるやん。うん、ほんなら、あの、既婚とかもかけるんですよ、今。へぇ結婚してるとか。ほんなら、子供抱いてるんですよ。ああ。結婚したかと思って、よかったよかったと思って、色見ていくと、あの、バツ4って書いてあって。バツ4って書いてある。バツ4って書いてある。多分ね、バツ7行くな、もう。あの性格やったらね。それ望んでるだろ。いやいや。バツ増えてるやつって喜ぶ。僕はそれ望まない。まだ増えてねえよって言って見てんじゃないの。いやいや、あの性格やったらまあそうなるか思って、なんか、やっぱりあの期間をやっぱり大切したいから、ね、僕はそれは思わないですけどね。じゃあ山口萌えに関しては今どう思ってんの？いや、今はどうも、お前は。いや、いやだから。子供できたんでしょ、うん、子供が。今、まあ、幸せだとなったと知ってんのか、君の中でね。うん、不幸になったなと、こんなのと結婚して。ちょっと待って。失礼でしょ、お前ちゃん。俺、付き合ってもいいでしょ。まず、付き合ってた。オナニーしてた。お母さん、オナニーさっき CM 中言ってたけど、毎晩オナニーしてたオナニーはせ、オナニーはしてない。これははっきりしよう。いいよ、もうそっちは。オナニーはあの時は、あの時は。同じ郎だろ、お前。誰も同じ郎。同じ郎って誰も同じ郎や。おなおな同じ郎だろ、お前。おなおなおなの同じ郎。誰やねん、それ。何この人。この人、どこ持ってきた話、あんまり上手くないけどね、同じ郎ね。そんなに上手くない。お前、気に入ってるみたいだから。おな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 。おなおな同じ郎。別に全然全治郎。あんまりかかってない。菅さんやってくれるあんまりかかってない。菅さん。菅さんもやめ、菅さん何やったんねん。菅さん俺今一緒に番組やってて、太田上田っていうね。ほんで今回その善次郎と揉めてるっていうのを、うん、まあ当然菅さんも知ってるから、菅さんさ、善次郎どういうことよっつったら、あいつ安波みたいになっちゃったな、つって。菅あんなやつじゃなかったんだけどな、つってだよ。菅さん偉かったんはね、うん、昔はね、うん、僕いいとも出してもらった時に、うんタモさんにね、揉み合い蹴られたんですよ、パッて。で、僕、その東京にまず出てきて、そんなでかい番組に出るの、もう緊張して、ほんね、蹴られて、悲惨な顔見せたくないじゃないですか。揉み上げ蹴られるって、そんなことする人おんねん、思って。そう、急に？え？多分。急に、急に。あの人結構急やん。まあ、あの、でもなかなかやんないね。ね、テレビ見てたら、普通の会話やけど、あれ、実際当事者ないって言ったら結構会話飛ぶやん、パンパンって。まあ、確かに。多分あれ見てる人のちゃんと表示に合わせてんやるけど、で僕はそれの買っていこうと思って、うんうんまあ、ちょっと好かれたんかな僕は、うんうん、タモさんに、うんうん、何このもみあげって、うんうん、いきなり来たから、うんうん、あいきなりバーン飛ぶやん、うんうん、あこれねあのもみあげ僕のまあ、うんこれが探知機になっててみたいなこと言ったら、うんうん、そこもなんか引っかかれんかったみたいで、うんうんうん、確かにねタモさんあの引っかかんないと全くスルーするときするあるからねちょっとあのハサミ持ってきて、って何するんかなみたいなジョキーあーそれテレフォンショッキングの時そうそうテレフォンショッキング髪切ったって言われた髪切ったその後言われへん。それは言われへんじゃん。俺、その時に、悲惨な顔したらあかんか、僕は、わって笑ったら、それを菅さんがたまたま見てて、ああ、そうなんだ。大阪まで会いに来はったの。へえ。ほんで、ゼゼゼの善次郎、枠があるから、深夜ね。深夜の、若い人が一緒におるから、そのスタッフと、まあ、ダウンタウンさんの番組の流れのね、一緒に、君もやってくれへんかって言われて。そんな頼みに来はるプロデューサーいないっすよ。うんうん、なんそんなこと言ってもらったら、もうツイッターもやりますって言って。うんうんうん、まあ、実力不足でね、僕の。ほんまに、もう。菅さんはこの番組めちゃめちゃ聞いてくれて、毎週聞いてたから、今日なんか絶対聞いてるよ。聞いてる。めちゃめちゃ聞いてる、菅さん。
すが。いや、俺こんなん言う立場じゃないんだよ。いや、でも全然。でもね、ほんといいやつだよって言ってたよ。いや、僕はね、菅さん、だから何人か、そうやってこう、昔の人ですよね、前言ったら。今はない、今もあるかもしれないですけど、そうやってこう、関西まで自腹で来てくれて。熱い人だからね。熱い人です。で、そういうので、番組がブッキングされるなんて、なかなか今もないじゃないですか。確かに、それは。だから僕はね、裏切れないですね、あの人。本当、本当に。でも、安派みたいになっちゃって。残念です。ごめん、安派に問題はないの。いや、いや、それね、ちょっと問題あるでしょ。俺、これ、ここの肝は、ここの肝は、菅さんがどうとか、前哨どうとか関係ない。安派だ。そう。これは、これは、被害者を広げていくタイプだから。そう。これはね、とんでもない方向に行く可能性がある。そうそう。だからね、ツイッターで学んだらね、太田と絡まない方がいいとかっていう意見を、ファンから言われたことある。ファンやで、これの。そう。善次郎出すのは、これはまあいいですよ。全然いいですよ。よりも、本当のファンから、太田と絡んだら、一緒に事故しますよと。その通り、その通り。あ、その通り。その通り。別に、共倒れがほとんどですから。共倒れ。共倒れ。別に関係ないもん、そんなのさ。すごいな。うん、だって関係ないじゃん、そんなこと別に。今更さ、もう50も過ぎてさ、お互いさ、どうでもいいじゃん。どうでもいい。どうでもいいよ。で、何またやりたいんだよ、じゃあ。日本で番組とかさ。それやりたいですよ。あ、そうなんだ。はいはい、もう全然海外行って、そういう、こっちに興味ないのかなって思ったけど。いや、そんなことないです。僕大好きですもん、やっぱり。うん、でね、もっと言うとね、うん、こんなこと言うとあれですけど、うん、海外に行くとやっぱり日本の良さがやっぱりすっごい分かったりするんですよ。行けば行くほど。だからね、日本の芸能界の、皆さん働いても素晴らしいじゃないですか。これちゃんと聞いてくれてるでしょ。海外とかこうやってバーやったら、みんなほんま聞くかいな海外の人とか。だからダメだろ外国なんか全然。いや、だ、それは。全然ダメじろだろお前、外国。あんま上手くねえんだよな。全然ダメじろってあんま上手くねえんだよな。だからさ、それさ、外国がいいとかいうふうに匂わすツイートやんない方がいいよ、本当に。それ、ごめん、飲んで言うてくれへんか。急に説教になるけど。いつからそれ？いや、もうずっとだよ、それは。若い子にもやってんの？いや、若い子にはやんないよ。それだって、若い子はだって、俺から言ったら本当にパワハラになっちゃうじゃん、それは。ああ、そう。うん。若手集めてそういうことは言ったりしないの？愛情持って。ん？愛情持って、ライブ終わりとかでみんなに飲みに行こうとか。うん、だからさ、その愛情持ってとかもさ、うさんくさいんだよ。そのか、もうその根っこがうさんくさいよ。ちょっと待って、ちょっと待って。それ言い出したらお前。話喋れよなるわ。逃げ道になっちゃう。うさんって言うな。悪口は悪口でいいじゃねえかよ。愛情のある悪口とかないから。いや、あるわ。ないないない、そんなのは。いや、ある。あったとしても、別だ、俺とお前はね、ね、それはね、喧嘩もしてるよ、こうやってな。だけど、喧嘩？喧嘩っていうかさ、それはさ、お互い罵りあったりも、まあ、俺だから一方的だけどね。一方的だけどね。一方的やで。確かに、それはそう。うん。それは一方的。だけど、まあ、こう、なんつうの、トラブルだよな、言ってみれば。はいはい。だけど、いろんな感情があるよ、そりゃ、その中には。親しみもあるよ、当然。共感もある。だけど、そりゃさ、いざさ、その、なんつうの、相手をさ、こう、罵ってる時にだよ。これは愛情を持って言ってるんだっていうのは卑怯じゃないかよ。いや、それ言い出すと卑怯やけど、うん、それは愛情やとか言い出すと、うんうん、それ DV の人と変わらへんねんけど、うんうん、そうじゃなくて、好きやから言うみたいなのあるじゃないですか。だからちょっと嫌ってたら僕もやっぱり言わないですよ。あ、そう？言わん言わん。やっぱり嫌いな人の悪口言ったらそれ受けへんしね。うん。受けるとか関係ないじゃん、だって。いや、あるやん。それはある。それはある。あんな。俺、たまにラジオ聞いてて。シリ熱烈やん。ファッション問題カーボーイ。どうも俺が吹っかけたのかな。いや、だから、すげえ喧嘩にしたのは太田さんですけど、バカにしたのは善次郎だから。バカにしたのは善次郎だから。それは、バカにしたのは善次郎。そうそうそう。最初にバカにしてきたのは善次郎。バカにしてきたんじゃないんだよ。まあ、多分、お前が、お前が一番悪い。何それ？はい。さあ、ということで今日のカーボーイは、なんと善次郎さんが、ね、はい、ゲストで。でも、あれだね、今まで聞いてると、本当に、チキン野郎だよ。お互いね。まあまあ、俺もそういうとこあるけど。ある？どう？いや、自分では気強い弱いと思う。弱いと思うよ。で、僕ね、このね、弱いっていうのはね、昔は言えなかった。
弱いのがダメだと。その語りに入るのが、うん、いや、いいじゃないですか。すごい語り入るよな。あ、これもうね、あの。でも今すっごくかっこいい顔してるけど、何のつもりなの？いや、俺こんなんだ、これ普通なんだ、ね、いやいやいや、だからね。そこだよな。そこが俺が、どうしてもこう、うっさんくせえなこいつって。うっさんくせえな。思うとこなんだよな。あ、逆に見てたら、爆笑さんくさいな思うことは多々ある。あ、そう、どう、うん、いや、まあまあ、見てた感じで、ああ、俺だって素直じゃん、全然。全然しろ。全然全然。いや、でもね、まあ、テレビ見てたら、頑張ってるなっていうことだ、うん、なんだそれ失礼だわ頑張ってなんだ頑張ってるなって、どういうことだ無理してるって言うのか。無理してる。どこがだよだからこけたよ、ね。あれ大丈夫やったんか。あれは大丈夫でした、ね。いや、でも本当は大丈夫じゃない。俺ゆっくり見たからだよ。すごいっすけど。心配だった。心配だった。あの後、目放心状態だったよね。そうそう。あれは記憶ないから。記憶がもう飛んじゃって。あの時は全く記憶ない。どういうこけ方したのか自分でもわかんない。顔からいったよね。顔からいった。ここ。あの、右のおでこ。で、後で、それこそネットで、乗ってるつから見たら、うん、もう、こんなこけ方なんだ、つって。あ、じゃあそこ前後が飛んでんの？飛んでんの。で、とにかく俺はあの時に、あの、言わなきゃならないかったのは、うん、トロサーモンの久保田が上沼さんの悪口を言ってたっていうことだけは、絶対言おうと思ってたね、生放送だったから。言ってないね、もちろん言ってないんだけどね。なんでそんなこと生放送で言おうとするの、ね、それを言いたくてしょうがなかった。もう久保田がと久々に会ったから嬉しくてしょうがなかった。なんでやねん。あんた、何がしたい芸能界で。胸ごと起こした。起こしたい。起こしたい。悪いな昔から変わってない。悪いことしたい人だから、どうしようもない。そしたらもう、罰が当たったんだよ。結局は罰が当たった。頭してたからいいことないんだ、俺は。インフルエンザにはかかるし。ね。おいで、こけたと思ったら、あれ、その後、前だっけ善次郎と揉めたのは。いや、あれ、こけた後。こけた後だよ。こけてようやく復帰した、その一発目で、三者交代を取り上げたんだよな。でも、いいことないの。今年。もう平成に全部置いてお前で最後にしたい。頭打った後やからね。頭打った後。普通僕のがあって頭打った後。勘弁しろよ、本当に。勘弁してくれよ、俺だってさ、病人なんだからさ。病人じゃねえわ。病人じゃねえって言うんだろ。いや、あれもう心配やった、あれ。だからあれがトラウマならへんかな、っていうのも心配。ああいうことでわーってはしゃいでいくん。ああ、全然なんない、それは。いや、てか、なってくれ。あの、周りも困んね、一番困んねスタッフとかが一番。スタッフから言われてあんなことやってんのか、それとも勝手にやってんのか。いやいや、スタッフは言うわけないでしょ、あんなこと。ほんで、揉めさして、その後、なんか、うん、誰が掃除すんの、それ。誰も掃除しない。誰も掃除じゃん。別に揉めて喧嘩別れになりゃいいや。悪い人やな、本当に。だから、俺はそういうタイプなのよ。で、それを、それじゃなさそうにやるから、いや、そうはさせないよっていう。そこ引っかきますね。そうそう。だから、僕は別に独り言のつもりですよみたいな手を取るから、いや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 、そうはさせないよっていう感じなの、俺は。あんた何もやねん。何も、お前こそ何も。えだからその辺は、やっぱり正直になった方がいいと思うよ。まあね、ちょっとじゃあ、今日から。うん。で、かっこ笑いとか芸人がやんの、すっそダサいから。じゃあ正直に、かっこ笑い、どんどんつけたろもう。もうずっとつけたろ。もう。だってさ、全部嫌じゃなかった。かっこ笑い文化が流行り出した時って。いや、僕はあれね、なんかね、ここ笑うとこですより、僕はね、笑顔ですが、僕はほんとね、ずっと全部につけたいぐらいなんですよ。僕は。そんな笑顔じゃないよね。そんな笑顔じゃないよね、普段。いやいや、そんな笑顔やで、俺。多分間違ってたのね、自分通してね。狐みたいな顔してるよな。狐。っていうか、その二人割と似たタイプの顔だと思う。そうやね。割と似てんの。いやいや、でもね。タイプ的に顔が。全然違う。だって、俺そんな人をばー揉めさせて、それ喜んでるタイプちゃうもん。いや、だから揉めないよ。陰湿なんだよ、お前のが。お前や、それ。陰湿を全部くれる。立つなっつうマイクがあるんだ。そんな素人みたいなこと言われた。こっちでなんか仕事はやってんだっけ？そうそう、そのスタンダップコメディ協会っていうのを作って、ってで、まあ、清水博士さんって人が、うん、会長で。どうせみんなつまんないんだろ？お前、ほら、もうわかる。俺以外知らんで。本当に。俺以外知らんで、もうほんまに。俺フォローせえへんで。
あんたこれ言ってるけど。もう、ね、まあ、それで、まあ、清水博さんっていうのはスタンダップコメディアンの。あの方も、まあ、海外行ってやったりとか、エジンバラ行ったり、ロシア行ったりね。へぇ、うん、ロシア語でやんの？そう、ロシア語学んで、ちょっと。すごいね。やったりして、それでまあ、こっちで。うん、ねえ、プーチンとかそういうのやんだ。ねえ、ムービーを知らねえからな、ロシア人。ちょっともらって。そこサンマさんだから、それ。それサンマさん、そっくりだったから、でも。あのノリ面白いよね。確かに。いやいや、そうだけど、面白いけど。あの、ほら、前の木の時、サンマさん振っとったら、サンマさんパッて乗るでしょ。うん、乗る乗る。あれがまた、可愛いし。いいんだよ、ね。ほんでまた、あ、この二人の関係がね、またすごい、羨ましいしね。の二人の関係。いやいや、さんまさんと、太田の関係も、ね、うん。あ、俺の？そう。俺と？うん。あ、そう。え、どういう気持ちで接してんの？さんまさん？さんまさんはもう、あの、本当に楽しい。だから、さんまさんとか、うん、タモリさんもそうだけど、たけしさんもそうだけど、うん、どうにかしてくれんじゃん。丸投げかいな。丸投げ。そうそう。いや、だから、すごい。あの時、あそこは、工場委員会って番組があって、今田も出てるのよ。うん。それで、今田も拾ってくれるし、さんまさんも拾ってくれるから、俺が何をやったって面白くしてくれるから、あの二人が。うん。だけど最近全然呼ばれないんだけど、全く呼ばれなくなった。なんでそれ？なんかわかんないんだよ、ね。いや、だこの間もさんまさんにその話になって、そういえば太田来ないなーって、いや、だ呼んでくんないって言ってますよ、いつもって言ったら、やっぱギャラやろうな。ギャラじゃないと思うんだけど。って言ってたから。だから本当楽しいばっかりだね。ああ、そう。うん。むしろほら、うん、若手とかとやってるときはさ、まあそれでも俺自由にやってるけど、うん、なんかこう、美味しくしなきゃって、多少思ったりもするけど、うんさんまさん相手だったらさ、別にさ、そんなこと考えなくていいじゃん。うわ、すごいなぁ、うん。よく絡んだ人でね、うん、あの、相手の気持ちもわかる、司会者の気持ちもわかるからね。例えば、神岡なんかは、うん、寂しい目するときあんのよ。あ、そう。振ったでって。そう。あと、しんすけさん。お前、ここ頼むでっていう。うん、しんすけさんは俺には何にも突っ込んでくんなかった。俺、ボケ倒すんだけど、うん。ちょっと出ていっていいかな。何がどういうことどういうこと何どういうこと自分からしたんだよ。いやいや、しんすけさんは、だからそこは、ええ、ふっと目するから、うん、だから僕はアイコンで、ね、だから僕はすごい可愛がってもらってタイプなんですよ。うん、大阪では。そうなん、うん、あ神岡市の流れで、しんすけの流れがあって、うん、しんすけさん。ね、E7 っていうか、エクステレビじゃん。ほんで僕はしんすけさんに、うん、ネタをね、うん、あの人、東京でね、うんバッタモンクラブとか出た時に、こそっと見に来やって、すごかったのが、うん、まあ僕そこでゲストというか自腹で来てましたよ、東京に。で、来てばっと、まあなんかもう、でんでんのばって出てましたよ。終わったら新津さんが来て、今日一番おもろかったのは、善次郎やって言って、吉本の上の社員に言って、で、君なんで来てんのって言ったら、いや、僕自腹で、ハロタレよと。うん、吉本に、うんうん、っていうような人でそっから、いろんな方向で善次郎面白い善次郎面白い、うんうんうん、でやっぱり言われた君は誰なんて言って、うん、いや神岡さんとこの弟子や、うん、そうやー言ってほんで関西でちょっと人気出た時も、うん、あの人の方から人間マンダラで、うん、敬語でですよ若者に夢を売る番組なんですけど、うん、もう我々はおっさんになってしまいました、うん、若者の夢はもう売れません、うんうんうんできれば今人気のある善次郎さんにやっていただきたいんです。俊介さんが。そう。ほんで僕はその番組出て、余計数字落ちたっていう。それはね、それはね。プレッシャーね、プレッシャーでしょ、ね、そうね。そこもな、で、そこでも、やっぱり切らず使ってもらったんで、わかるんですけど、紳助さんタイプはどっちかっていうと、さんまさんとはまたやり方違うじゃないですか、ねうん。だから、多分紳助さんは俺のこと苦手だったと思う、多分。俺はでも、だから、わーっとやっちゃうから、はい、あの人の、やりたい方向に多分いけなかったんだろうね。っていうか、さんまさんのぐらいの腕ないと無理なんちゃう？うわーってやるから。しんすけさんだよ。いやいや、腕ないって話してる。何言ってんの？何言ってんの？そんなこと言ってんの？何言ってんの？いや、さんまさんぐらいの、さんまさんが、腕があるでしょう。いや、そう、腕あるよ。でも、しんすけさんの、やり方じゃない方向の、やり方、ちょっと俺これ、すぐ、今の腕に、もう無理だと思う。何ボケツを完全にボケツを折った。お茶飲むお茶飲んでる場合じゃないよ、お前。ちゃんと釈明しとかないと、お前。これまた炎上だぞ、お前。申し訳ない。いや、でもまあ、かっこ笑いだからね。かっこ笑いのは。でも合わないというか、やってて、合わない、やりやすい、やりにくいってあるじゃないですか。俺ほとんどの人は合わないんだけど、やっぱさんまさんとかは、
そういうのも全部受け入れてくれるから、はい、タモリさんもそう、たけしさんもそうだし、だから何にも、気は使わなくていいね。だから聞いててね、さんまさんここに来た時のね、聞いててね、気持ちいいの。ラジオに。そうそうそう。ああ。気持ちいいのよね。あそう。オナニーしてたから。なんでやねん。それ聞いてオナニー。もう最低だよ。アンジ、アンジええねん。アンジ。アンジ目の前にして。こっちに山口萌えの写真。ほらほらお前、ど変態だろ。いやそう、お前や。同じ色。じゃあでも、あれだな、これから、なんか番組でまた共演できたらいいね。ぜひともぜひともお願いします。いやでもね、嬉しかったのはね、やっぱりね、サンジャポでね、名前出したけど、普通ね、今、善次郎って誰やって確かになるよ。でもね、出してもらったらね、まあ、こんな使命の言葉言うようであれやけどね。鶴瓶さんみたいなこと言うようであれやけど。語るよ語るの、ね、いや、ほんまにね。A スタジオみたいな。いい話みたい。これ今、鶴瓶さんに、これ、大丈夫かな、これは。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。いや、嬉しかったです。そうなんなかなかやっぱ善次郎って名前出しても、その、メリットもないしね。いやいや、そんなことはないよ、別に。今、やっぱりその、触れない人多い中、やっぱり空気までじゃないか。いやいや、悲しいですよ。悲しいですよ。だから、その中、空気読まない一番、太田が触れてくれたっていうのは、こういう人いるんやな、と思って。まあね。それで、イラッときたの？え？イラッときたの？美味しかったよ。さあ、それではちょっとコーナー行きましょうか。カーボーイ大穴予想。はい。なんだこれ、ほら。目を惚れてる作曲ですけど。これね、今週のこの放送で起こりそうなことを、事前にリスナーが予想して送ってきてるんです。当然これ放送聞いてない。当たるかどうか。はい。どんだけ当たってるか。はい。ラジオネーム、ポンプ屋のポン。先週まであれだけ言っていた善次郎の話題が、今週は一切ない。バカだ真逆だ悲しいな、ええ、悲しいなそれも、ええ、俺来て今日入れてもらえなかったらどうしようかな善次郎一色でした、はい、すいませんです、ペンネーム今に見てろどっかありがとうございます。今日はいつも通りの放送で善次郎がやってくることもなく善次郎の話も一切しないわちゃちゃちゃ、超外れてます、はい、来ました。みんなそういう予想だったんだね、はい、そうだったんだね。AKB48 の大谷静香さん激推しネーム、盾玉木、うん。ついに善次郎さんが TBS にやってきたが、うん、正面玄関で警備員に扮した太田さんがエアガンで善次郎さんを撃ち、善次郎さんを引き上げさせたことを明かすと。持ってますからね、これ。でも休憩中には、休憩とか CM 中にはこれ、撃ちましたね、はい、撃ちましたね、はいはい。びっくりしましたね。やっぱ外国が長いとね。ね、怖い怖い。銃に対してはね。怖い怖い問題、本気でビビってたの。ビビる。ラジオネーム、大体和音。タイタンに善次郎さんが電撃移籍すると。ありじゃない？